はい、皆さんこんにちは、高橋貴子です。ですね、今日も、ゲリラ的にライブを始めております。夜の方の懺悔室っていうのをですね、この間作ったんですよ。何か相談したいことがある人とか、ちょっと私にねコメントもらって切ってほしいみたいないうタイプの人用の配信はこの間したんです。で、日中とかそんなに、はい、いつもマリコさんこんにちは。いつもね何かそういうことをこう切ってほしい人ばっかりがいるわけではないので、そういう時にはね、昼の非常識時間の部屋っていう、時と精神の部屋、精神と時の部屋か、あれみたいなね感じになるようなお部屋を、まあ、これもまた不定期に空いた時間でね、ちょっと喋るっていうことでやろうかなと思って今やってるんです。まあ、主にもちろんリアルで聞いていただける方はリアルで聞いていただいていいと思うんですけど、コメントいただけるならもちろんねコメント嬉しいんですが、まあ、アーカイブで聞いていただける方が、まあ、多いかなと思っているので、はい、そんなイメージでお話をしていきたいと思います。ですね、今日のテーマはですね、継続をすると新しい世界の扉が開くみたいな、そういうタイトルでねお話をする予定なんですが、私のね近況と、まあ、こんなことがあったよっていうことをちょっとねお話ししようと思ってるんですけど、私サックスをね始めて3年半になるんですけれども、この間ねミュージックビデオを作ったりとかもしたんですよ。で、それも普通の人っていう言い方変なんだけど、普通の人とかだとそういう速度ではやらないですよ。みんなできないと思っているからです。私はやりたいっていうことからスタートして、やるためにはどうしたらいいのかっていうことで、やったことがないことでも全部やってできているのはやりたいっていう気持ちからスタートしてるからなんですよね。だから全国のねライブとかも、はい、パンゾーさん、ベイキングさん、はい、こんにちは、つぶきさん、こんにちは、全国ライブも2年でやったんですよね。サックスやり始めて2年で、はい、かよさんもこんばんは、はい、これはね白高子の部屋なんですよ。懺悔室じゃない方ね、よもやま話をするような部屋なんですけど、それも他の人ってほら、例えば恥ずかしかったりとか失敗するの嫌だとかっていうと、発表会とかもそうなのかもしれないけど、まだまだ自分はそういうレベルじゃないとかってやらない人多いじゃないですか。あ、ベニさんこんにちは。ベニちゃんはねいつも私のメイクやってくれてるんです。そういう人多いんですけれども、そこでね、やりたいの気持ちが優先されたら失敗ってあんま関係ないじゃないですか。他の人がどうであれ、自分が、いや、そう、白高子の部屋、そうなのよ、懺悔室は黒高子の部屋で、はい、ベニちゃんこんにちは。白高子の方はそんなにこう相談を切ったりとかっていうようなザケンジャーじゃないんですよ。そうなんですよ、ザケンジャーねーよは黒高子の部屋にして、白高子はだからサムネイルも白と黒を系にしてます。懺悔室はねちょっとね女王様チックな偉そうな感じのサムネイルにして、白高子はね爽やかシリーズの白っぽいやつで行こうかなって急に思いついたの。時と精神と時の部屋っていう言葉がいいなと思ったんだけど、精神と時の部屋だとちょっとなんか交渉になりすぎちゃうから、あまりこう よもやま話ができないなとか思って、とりあえず非常識時間の部屋っていうタイトルで、まあ、これの後にねサムネイルがボンってつけばそれ見てもらえればわかるんですけど、うん、でそれがねあって、大抵のね人ベニちゃん白高子黒高子ありがとうございます。マリコさん、はい、マキコさん、はい、こんにちは。そうそうそう、なかなかご挨拶してると前に進みにくいね。ライブもほら私ライブ初心者だからさ、一応絡みも拾いつつ、はい、メモノート103こんにちは、よいしょ、はい、でね、ちょっとしばらく少し話をしますね。後でまとめてコメントを拾っていきます。私皆さんにね言ってるんだけれども、
やりたいかやりたくないかだけで決めていいと思っていて、私やりたいから全部やるんですよ。できるかどうかはね、やってみないと分かんないから関係ないんですよ。で、できなかったとして誰か困りますかっていう話なんですよ。困るのって、もし困るんだとしたら自分じゃないですか。他の人ってどうでもよくって、失敗したら笑われるかもとか、失敗したらなんかみっともないとかっていう人いるんだけど、そこいらないと思うんですよ。本当に特に40代過ぎてからって、10年ってすっごいあっという間で、私はもうがむしゃらに40から50を生きてきて、今53になって今度54になりますけれども、そうね、今度なんかね、30いくつだっけな、32ぐらいからね、私ポートレートって写真仲間の被写体とかにもなっていてですね、よく撮られてるから、多分ねすんごい持ってますよ、私自分の写真。はい、ともさんありがとう。はい、ともさんこんにちは、優勝。そう、すっごい持ってるんだけど、昔の写真と今の写真ね、ほとんど変わんないですよ。なんかちょっと顔が幼いなぐらいな感じで、20年でも、これ自慢っていうわけじゃないんだけど、要はどういうことなのかって言ったら、常にチャレンジもして遊んでいろんなことやってると、年取ってる暇がないんですよ。うん、だからね、なんかもう50だしとか、なんか50からでこんな新しいこといけますかとかって言うんだけど、いや、そんなことないから、むしろ年齢少しね重ねてる方が、例えば変な話、ちょっとね変な話しますよ、変な話するとほらお金あるじゃないですか。年齢重ねてちゃんと仕事してちゃんと稼げてる人とかだったら、だから若い時にできなかったことが、むしろ年齢重ねることによってやりたいようにできるようになるから、その可能性とかね、夢とかっていうのは、そう、全然諦める必要もなくて、だからさっき言ったように、私は49歳で初めてサックスを始めたんですよ。音楽もやったことがないし、楽譜も読めないけど、普通そこで諦めますよね、楽譜読めなかったら。私耳で何度でも聞けば、指と合わせればどうにかなると思ってそれでやったんですよ。で、なんでやりたかったかって、やりたいからやっただけで、でその挑戦を仮に笑う人がいたとしても関係なくて、だって私その人の人生生きてるわけじゃないので、私は私の人生に悔いがないように生きたいなと思っていてね、生きてるんですよ。だから今ね、なんかやりたいことがあって尻込みをしてる人とかね、誰かに何か笑われたらどうしようって言ったら、そんなことして悩んでる間に年取っていくから、年取るとね、私は元気な方ですよ。だけど普通は体力が落ちて活動範囲が狭まったり、あとやっぱり体はね、現世にいる間に神様から借りてる入れ物なだけなんですよ。朽ちて滅びていくの、基本的に。だから細胞が若いうちに動いてた方が得ですよ、特に若い人はね、うん、と思います。だからね、そういう意味でやるかやらないかとかぐらいに思うぐらいだったら、もうやる一択ですね、基本的には。やりたいことはやるっていうことで、うん、そうそうそう、ともさんね、常に挑戦の高子さん、立ち止まらないで常に進んでる、そう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 。これがしかもね、なんかね、私仕事が趣味で、趣味が仕事で、でその仕事と趣味の境界線がもともとないのに加えて、そういう趣味のサックスとかね、そういうのもやったりとかするのも、結局趣味のサックスもライブに無理くり入れ込んでくると仕事になっちゃうじゃないですか。でそれは私にとって嫌でも何でもなくて、心地いい状態をどんどんこう増やしてってるっていう感じですね。本ももうすぐ出ますけど、作家になりたいというか、本を出版してみたいっていうか、作家かなにっていうのは、要は書店に自分の本が置いてあるっていいよねって思ったりしたことがあるのが小学生ぐらいの時ですよ。うん、でも叶ったのは49の時か、そうだね、出版記念でライブやってるから、そうですね。だからそんなもんですよ。
だから若い頃の夢なんて、うん、全然諦める必要もなくてやったらいいと思って、結局継続をしている感じなんですよね。そうするとね、どん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 世界が開いていくんですよ。まあね、それによっていろんな人と出会えたり、はい、ベニちゃんともね、おかげさまで出会えて、はい、ベニちゃんもね、やりたいことやってる、メイクでね、いろんな人を幸せにしたりとか、そうですよ、やる一択、もう本当にそれだけっていうことで、はい、だから継続ってね、ゲームとほぼ変わらないですよ。だから辛いって思っていることを無理やりやるぐらいだと、それはやっぱ精神病んじゃったりするとね、精神病んでしまうと復帰が大変なんですよ。うん、だから精神が病むぐらいのギリギリまで追い詰められるぐらいだったら、まあそれはやめたりとかね、まあ、仕事の面でもそうなんですけど、楽しいことをね、やっぱり突き詰めてやっていくっていうのが人生っていう観点から考えると幸福度が高い生き方なんじゃないのかなと思ってるんです。だから継続するとどん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 世界が広がっていくし、やりたいことがね、やりたいようにできるようになっていくので、私的にはまあ非常識ね、飛ぶ常識っていうんだけれども、自分の中の既成概念とか常識っていうのは自分がやっぱ勝手に作っている自分の檻だと思っていて、うん、でだって私からするとその人が止まっていることとか躊躇していることって、まあ、言うたらね、その本人悩んでてごめんな感じなんだけど、大したことないよっていう感じなんですよ。だって死ぬか生きるかの領域で考えたら、大抵の悩みはね、命があればどうにかなるっていう感覚なんですよ。だから悩んでる時間もったいないなと思いますね、うん、私はね。で、継続のコツは楽しいことをやり続けることなんですよ。で、仕事上どうしても仕方なくっていう場合には、その中でも楽しみを見つけるっていうのは結構大事と思っていて、私今ね、お試し的に、まあ、インスタグラムは手をつけてこなかったっていうのは、黒高子の部屋の方でもちょっと話をしたんですけど、懺悔室の方でも話はしたんだけど、コンサルっていう領域の人ってっていうのをつながるようなアイテムとしては、まあ、弱いかなと思っていたので、やっぱり時間って有限じゃないですか。有限な時間を過ごすっていうとこを考えた時に、まあ、私はその時には YouTube の方がいいと思ったんで、 YouTube でずっとやってきていたんですよね。だけどやっぱり皆さんのね、私のクライアントさんが今やってるんですよ、ライブ頑張ってて、でちょい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  見れる時とか聞ける時に私聞いてるんですね。そうするとね、なんかね、生々しくていいなとか思って、うん、私の YouTube ってちゃんとノウハウを伝えてるし、その YouTube で喋ったことがそのままブログになるように、文体になっても破綻しないように構成考えながら喋ってるから、しっかり喋るんですよ結構、うん、なのでなんかこういうこうちょっと脱線したりとかラフな感じのお話っていうのがなかなかねできないのでね、まあ、そういう意味ではこうだらりとやるっていうのも悪くないかなとかっていうのでちょっと思って、今ねお試し期間でやってます。一応だから黒い方のやつは懺悔室で、今日は非常識時間の部屋、でも懺悔室って言ってもポジティブ懺悔室ですからね。それをこう悩みを吐くことによって、さっきみたいな、でも白高子でも結構黒になっちゃってるかもしれないけどね、死ぬこと以外かすり傷的なコメントになっちゃうから結局なんか白でも黒でも一緒かみたいな、グレーかみたいな感じになってしまうんですけどね。だからゼロからのねものでも、やってるうちにいろいろとね道が開けるっていうことですよ。あ、若葉さんこんにちは。はい、香りクッキング、これちっちゃいけど、これ香りさんかな、ちょっとね、ちっちゃいね、インスタグラムでも、ひすなずたはひすなずたなのかな、香りクッキング、わからないけどね、
プールエミューさんね、はい、結構うちのねメンバーが見てくれててね、はい、ありがたいですね。メンバーね、すごいね、みんなね、個性が現れててね、面白いんです見ててね、うん。私の YouTube ベースはもっとねシャキシャキきっちり話すんですけどね、これはダラーっとダラーっと喋ってますそうだから、まあサックスの方もね、おとついかな、もうあまた、長崎、今度ライブツアーがね長崎にあるので、ね、今回昼と夜の2回転で20曲ぐらいやるんですよ。でそれのもちろん全部一人ってわけじゃなくて、倉持先生っていう一緒にいつも回ってくださってるサックスの先生と組み立てと、どこまで今自分ができてるかっていうのを確認をする、夜の部昨日先にやった、昼の部先にやったのかな、うん。教会でやるのでちょっとねチャペルっぽいような、今まで吹いてないやつとかもちょっとチャレンジ、そうですよ、だからチャレンジなんですよ。でチャレンジをね常にやるように努力はしてるんですけれども、その先生に言われたのが、もう一通り曲をただ吹くだけのレベルはもうとうに過ぎてるから、今表現の方の世界に入ってってっていうところで言ってるんですよ。そしたらね言われたのが、すごく上手にできてるんだけれども、上手にできすぎてるがゆえになんかね、力抜いてるように見えちゃうって言って、だから 8割とかの感じで見えてるといいんだけど、なんか楽そうに増えてるように見えると4割ぐらいの力でやってるように見えちゃうっていう、なんかね新たな残念なコメントがありましていやね、間違いないように丁寧に吹くっていう領域だけだと、やっぱごめん急にくしゃみが足りない領域になっちゃうのねっていうのをねちょっと思ったりなんかして、だから今ねもちろん間違いないように吹くっていうのはあるんだけど、今長崎のライブで重たいのはね、どこまでアンプできるかなんですよ。アンプ、アンシと言えばいいんでしょうか、指ねこれやっぱねチャペルだと、あんまり譜面台を着たくないじゃないですか、綺麗なチャペルだから、衣装とかもさ見えなくなっちゃうしとか思って、なんとか頑張るんですけどねっていうことですね。まあだからこれもできてるのは、好きだからですよ、単純に楽しいから。これね楽しくなくって本当に仕事だけだったらですねやらんですよそうだからある程度、そうなんていうのかな、やっていくと見えてくるものがある感じだから、これね本当ね教室の先生とかに言いたい、またこれ言うと黒鷹子になっちゃうな白鷹子とか言ってどうさんも生でダラダラバージョン、そうですよ、生ダラですよ、生ダラなんだかグルコンみたいになってきた、確かにダラもいいですね、独り言っぽくていいです、ありがとうございますそうね、新しい人と私セッションとかするじゃないですか。でその時にね、見切りっていうかダメだって思うのを判断するのが早いよみんなって思ったりする。いやだってねごめんけど量やってないよっていう感じ、私が聞くと。だから自分の中のこれも常識なのかなと思うんだけど、自分にとって頑張ってることと世間的にそれを認知して認めてもらえる量って年々ハードルが上がってるっていうことを多分理解してないと、ギャップに辛い思いをすることになるんだろうなと思って、で頑張ってるのに全然見てもらえないとかっていう話になっちゃうんだけど、それは継続しないと本当の答えは見えてこないんですよ。だからね最低ね1年スパンで考えてほしいんですよね。正しい方向でやる必要はあるんだけれどもね、諦めるのが早いって思うのと、成果が出る期待値がなんでそんなに短い間で急に自分って探してもらえちゃうんだろうって思うのかが私的には不思議です。はい、こんだけね教室がいっぱいあるのにってちょっと思ったりしますね。だからね地道な努力は継続なんだけど、継続は
遊び感覚の方がいいですよ、うん、それこそゲーム感覚で、さっき言ったように夜の懺悔室は黒たか子で、白の懺悔室じゃないや白の方は非常識時間っていう爽やかな心になるっていう感じが白、これ一応白部屋です、これ一応白部屋、はい、今日も、これから、7時からライブ、今井さん、今井隆さんっていうね、累計図書10万部の著者のライブインタビューをね、まだ新刊が手元に来てないんです、27日発売だから。でもそちらをね、いち早くインタビューするっていうのをまあこれからやるんですけど、まあ、それもお話しするの楽しいからやってるっていう感じなんで、楽しいっていう領域をね見つけてやっていくっていうのも結構ね必要なんじゃないのかなっていうふうに思って、はい、継続は成功の扉を開くっていうことで、皆さんね、今何でもいいですよ、趣味でも仕事でも、何かやっぱね続けるっていう習慣を持つっていうのは多分人生においてすごいね大事なことなんじゃないのかなって思ってますので、はい、まあだらりと話して、今度がだらりって言ってた割になんとなく20分とか喋っちゃうんじゃない、ちょっとこの時計かわいい、かわいいでしょ、私が好きな懐中時計なんです、ターコイズブルーのね、これ去年のお祝いに買いました、自分へのご褒美、クリスマスプレゼントそうこれのね爪を揃いにしたやつ、なんかここのノッツっていうところの時計の会社のサイトでノッツ賞とかもらいましたよ、それで撮った写真ね、今ちょっと色違うけど、はい、という余談でした。はい、こんな感じで突然ゲリラ的に始めるのでアーカイブでもね、よかったら見ていただければというふうに思います。今日はこんな感じで締めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、大丈夫だよね、皆さんね言ってあげたよね、しの1125さんね、しのさん、はい、あとげんがはしさん、はい、ちょっと読み方わかんないけど、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日はこちらで失礼します。ありがとうございました。